天皇陛下の生前退位をめぐる政府の有識者会議が2回目のヒアリングを行い6人の専門家のうち4人が退位に反対や慎重な考えを示しましたジャーナリストの櫻井氏は情を大事にしながらも理に足を置くべきだと退位に否定的な考えを示しました また上智大学の渡辺名誉教授も大位を否定し皇室典範にあるので殺生を置くことは何ら不思議ではないと強調しましたさらに慶応大学の笠原教授と帝京大学の今谷特任教授も権威が二重化するなどとして大位に反対しました一方でジャーナリストの岩井氏は皇室典範を改正して大位を認めるべきだと主張しました 生前のですね上位ということについてはやはり、えー、容認すべき選択肢を設けるべきだとまた石原元内閣官房副長官は特別立法によって退位を認めるべきだと主張しました次回は30日に憲法学者5人から意見を聞くことにしています